ベルギーファーストディビジョン A。ベルギーファーストディビジョン A は、ベルギーにおける国内サッカーリーグのトップディビジョンである。スポンサーである同国のビール醸造会社アンハイザー、ブッシュインベブのランド名ジュピーラーを冠した、ジュピラープロリーグとしても知られている。レギュラーシーズンは十六クラブによる二回総当たりホーム、アンドアウェイ方式の全三十試合が行われ、レギュラーシーズン終了後、 スプリットシステムの変形で、1から6位のクラブは、プレイオフ1、7から15位のクラブは、プレイオフ2に、進出、16位、再開が2部リーグ、ファーストディビジョン B に、自動降格する。プレイオフ1では、各クラブは、ホームアウェイへの総当たり戦を行う。最初に、リーグ戦で獲得した勝ち点の半分、波数は一番近い整数に切り上げるを加える以外は、 リーグ戦と同様に勝ちを重ねていく。プレーオフ1の終了後、1位のクラブが優勝となる。また、プレーオフ1の優勝クラブには、UEFA チャンピオンズリーグの国内リーグ、優勝チーム3次予選、準優勝クラブには、UEFA チャンピオンズリーグの国内リーグ上位チーム3次予選、3位クラブには、UEFA ヨーロッパリーグの予選3回戦の出場権が与えられる。 ユーフィー主催大会の出場枠は UEFA ランキングによって変動する。本文記述は2010から11シーズンの場合。プレイオフ2では9クラブに2部リーグ上位3クラブを加えた12クラブについて7位9位12位14位のクラブと2部リーグ1位3位をグループ A、8位10位11位13位15位のクラブと2部リーグ2位をグループ B として2つのグループに分ける。 各グループでホームアウェイへの総当たり戦を行い、1位になったに、クラブ同士がホームアウェイでプレーオフ2勝者決定戦を行う。プレーオフ2勝者とプレーオフ1の4位のクラブはホームアウェイで対戦し、勝利クラブは UEFA ヨーロッパリーグ予選2回戦に出場する権利が与えられる。2014から15シーズンまでは、 レギュラーシーズン15位と16位で広格プレイオフが行われていた。2クラブ間で5回対戦する。ただし、最初に15位のクラブに勝ち点3を加える。敗者は2部リーグに広格する。広格プレイオフ勝者と2部リーグの2位から4位のクラブとでホームアウェイへの総当たり戦、プレイオフトーナメントを行う。その勝者が1部リーグに昇格、もしくは残留する。 外国人枠、EU 外選手枠など国籍による規制はない。すべての公式戦で試合のメンバーに6人以上のベルギー国内で育成された選手、国籍は問わずが登録されていなくてはならない。ベルギーのサッカーにおいて最初のリーグ戦は1895から96に7チームによる総当たり戦トーナメントとして実施された。7チームはアントワープ FC、 FC ブルジョア、FC リエジョア、RC ドブリュッセル、レオポールクラブドブリュッセル、SC ドブリュッセル、ユニオンディクセルである。最初のベルギーチャンピオンに輝いたのは FC リエジョア、だった。ベルギーサッカーにおける、最初の8タイトルは FC リエジョアと RC ドブリュッセルによって独占された。当時は昇格、降格システムは存在しなかったが、下位の2クラブ。 FC ブルジョアとユニオン・ディクセルは脱退し、新たなクラブが加わった、アスレティックランニングクラブブリュッセル。1896から97終了後に SC とブリュッセルが脱退したことにより、1897から98は、わずか5クラブによって行われた。1898から99及び1899から1900シーズン、サッカー協会は、 トップレベルの2つのリーグと2レグ制の決勝戦から、なる新フォーマットを導入した。1900から01に、一旦、9クラブによる1リーグ制に戻った後、1901から02から1903から04シーズンまで、再びにリーグ制が用いられ、今度は両リーグの上位にチームずつが、決勝ラウンドに進んだ。1904から05シーズンは11チームによる1。 リーグ制で実施された。アスレティックランニングクラブドブリュッセルはこのシーズンで脱退し、1906シーズン以降、セカンドディビジョンの優勝チームとファーストディビジョンの再開チームが入れ替わる昇格、広角システムが導入された。1899から1900から1902から03シーズンまで RC ドブリュッセルが4連覇した直後、 1906から07シーズンまで、ユニオンサンイコールジロアーズが4連覇した。続く3シーズンも、両クラブが優勝したが、1910から11シーズンに CS ブルジョワが、ライバルの FC ブルジョワを1ポイント上回って初、優勝した。1907から08シーズン終了後、ファーストディビジョンのチーム数が10から12へと増やされた。プロモシオンに優勝した。 R.C. ドガント準優勝のイース・シー・フォレストが昇格し、ファーストディビジョンからの降格はなかった。第一次世界大戦が近づいたこの頃、デアリングクラブドブリュッセルがチャレンジャーの地位を確立し、1911から12.1913から14シーズンに優勝した。この時期は、ユニオンさんイコールジロワーズのみが彼らと渡り合うことができ。 1912から13シーズンに特殊点差により優勝した。第1次世界大戦の間は中止されていた。1919 19から20シーズンに再開され、過去に5回準優勝。うち2回は決勝戦、1回はプレーオフで敗退の経験がある FC ブルジョアが初優勝した。九百二十から十一シーズン終了後、チーム数が十二から十四に増やされ、 ファーストディビジョンでは最下位のイクルスポルトのみが降格し、プロモーションから上位3チームが昇格した、スタンダールクブリエジョは、FC マリノは、RSC アンデルレヒト。1921から22から1931から32シーズンまでの10年間のタイトルは、アントウェルペン州のクラブによって独占された。レーモン・ブレーヌがいた、ケイベールス・ホットバックは、クラブにとって、 最初の5タイトルを、ロイヤル・アントワープは、最初の2タイトルを、そしてストライカーのベルナルト・フォールホーフに引き入れた、小クラブのリールス・ s ス・ケイは1931から32シーズンに、初めての優勝を果たした。この時期のチャレンジャーたちには、CS ・ブルジョは、この時期に2回優勝、デアリング・クラブ・ドブ・リュッセル、ユニオン・サン・イコール・ジロワーズ、1回優勝、スタンダール・クラブ・リエジョアがいた。 1932年12月25日より3シーズンにわたる、ユニオン3イコールジロワーズによる60試合無敗記録が始まり、1932から33.1933 33から34.1934 34から35シーズンのタイトルを獲得した。当時のユニオンのライバルはデアリングクラブドブリュッセルであり、彼らは次の2シーズンのチャンピオンシップを獲得した。 レーモン・ブレーヌが復帰したベールス・ホットは、第二次世界大戦前最後の2シーズンのタイトルを獲得した。1940年5月10日に、ドイツ軍がベルギーに侵攻したことにより、1939から40及び1940から41のシーズンは中止された。大会は1941年9月に再開され、 ディールス s K はクラブにとって二度目となるタイトを獲得した。このシーズン終了後は降格するクラブはなく、クラブ数が14から16に増やされた。1942から43シーズン、ディールス s K は3人のキープレイヤーを失って、2人は爆撃、もう1人はピッチ上で追った重傷により3位に終わり、同クラブの近郊にあるキロボルトメヘレンが、 歴史上初めてのチャンピオンになった。リーグは1945から46シーズンに再開され、キロボルトメヘレンがタイトルを獲得した。このシーズンは、ファーストディビジョンのクラブ数が16から19になり、3クラブがファーストディビジョンに昇格して、降格したチームはなかった。得点王賞もこのシーズンから導入され、キロボルトメヘレンのベルトでクレインが受賞した。2シーズン後、 5クラブが降格して、2クラブが昇格した。1946から47、主軸ストライカーのジェフメルマンスを擁する RSC、アンデル・レヒトアが、初めての優勝を果たした。同クラブは、ベルギーサッカー界を席巻し、その後9シーズンの間に6度タイトルを獲得した。残りのタイトルはキロボルト・メヘレン FC、リエジョアが獲得した。1954年、 ファーストディビジョンで全歴年において最も優れた選手に贈られるベルギーゴールデン州が始まった。1950年代後半、スタンダールは1957から58シーズンに初めてトロフィーを掲げると、彼らは1982から83シーズンまでに8タイトルを重ね、やがてリング内でアンデルレヒトの最大のライバルとなってった。 1950年代後半の他のタイトルは、ロイヤル・アントワープとアンデル・レヒトが獲得した。1960年代には、ポール・バン・ヒムストのアンデル・レヒトが6回、1963から64から1967から68、シーズンかけて、ベルギー記録となっている5連覇を含む、スタンダールが3回、リールセが1回優勝した。スタンダールは、 キープレイヤーのウィルフリート・ファン・モールと共に1968から69シーズンから連覇した。1974から75シーズンは20ものクラブが参加したリーグ史上唯一のシーズンだった。ベルギーのクラブは1970年代からヨーロッパのカップ戦で良いパフォーマンスを見せ始めた。1975から76シーズンにはアンデルレヒトが カップウィナーズカップに優勝し、クラブブルフヘは UEFA カップで準優勝した、決勝でリバプール FC に敗れる。1976から77シーズンにはアンデルレヒトがカップウィナーズカップで準優勝し、決勝でハンブルガー SV に敗れる。1977から78シーズンにはアンデルレヒトがカップウィナーズカップで2度目の優勝、クラブブルフヘが、 チャンピオンズカップで準優勝した決勝でリバプール FC に敗れる。1970年代のベルギーファーストディビジョンではクラブブルッヘが4回、アンデルレヒトが2回、ヨハンボスカンプを擁するアール・ホワイト・デアリング・モレンベーク、デアリング・クラブ・ドブルッセルの後進ゴールキーパーのジャン・イコール・マリー・プハフ,フをする KSK ・ベフェレンがそれぞれ1回優勝した。 1980年代、ベルギーのクラブは引き続き、ヨーロッパで成功を収め、1981から82シーズンでスタンダールは、カップウィナーズカップで準優勝し、決勝で FC バルセロナに敗北、1982から83シーズンで、アンデルレヒトは UEFA カップに優勝した後、翌1983から84シーズンの、 UEFA カップ準優勝、決勝でトッテナムホットスパー FC に敗北、1987から88シーズンでキロボルトメヘレンがカップウィナーズカップで優勝した。国内リーグにおいてはアンデルレヒトが1986の87シーズンに20回目のタイトルを獲得した。これは最初のタイトル獲得から40年目でもあった。 クラブブルッヘとスタンダールは1980年代に、それぞれ2つ、KSK ベフェレンとキロボルトメヘレンは、それぞれ1つのタイトルを獲得した。1990年代、ヨーロッパの大会でのベルギーチームのパフォーマンスは、加工し、1989から90シーズンに、アンデルレヒト、1992の93シーズンに、 ロイヤル・アントワープがカップ・ウィナーズ・カップの決勝進出したのみだった。国内リーグでは RSC ・アンデルレヒトとクラブ・ブルフヘが10年間にそれぞれ4つのタイトルを獲得し、その他の2シーズンはリールセ・スケート・ニューカマーの KRC ・ヘンクがタイルを獲得した。2000年代はアンデルレヒトが2 0 0 1シーズンのチャンピオンズリーグで2次グループステージに到達するという 輝かしいスタートを切ったが、その後10年間はヨーロッパの大会では、ベルギーのラブは、差したる成功を収められなかった。リーグでは10年間に、アンデル・レヒトが5回、クラブ・ブルフヘが2回優勝、KRC ・ヘンクが2度目となる優勝を果たした。10年期の終わりに、スタンダール・リエージュが2連覇し、1982から83、シーズン以来25年ぶりのタイトルを獲得した。 2009から10シーズンにリーグは再構築され、レギュラーシーズンの後にプレイオフラウンドが設けられた。アンデルレヒトは新形式のリーグを制して30回目のタイトルを獲得した。出展。解散したクラブ楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。